いや、それはもう全く逆です。畠山君が言ったようにプロの世界チャンピオンになるよりもアマのオリンピックの金メダリストを取る、金メダルを取るのはものすごく難しいんです。なぜかというと言ったように3ラウンドしかありません。こっちは12ラウンドありますね。倒されても倒されても起き上がって頑張って根性出してスタミナがあればね、襲いかかっていきます。でも3ラウンドしかありません。アマの金メダルを取るのはね、世界でこう戦ってきたすごい連中がたった3ラウンドしかない中で戦うわけです。いかに早く手を出して早く当てる、ね、当て感も良くなきゃいけない、余計も早くなきゃいけない。だから3ラウンドのスタミナということはプロでしたら3ラウンドっていうのはあっという間に終わっちゃうんですよ。だからそういう意味でスタミナがいらないって言ったんですよね。そして、パンチ力もいらない、もう3ラウンドしかないからそんな簡単には倒せない、ましてグローブも大きい、ね、そういう意味でパンチ力もいらない。必要なのは金メダルを取る、必要なのは才能しかないっていうことじゃない。才能っていうのは一番すごいわけですよ。要するに世界の一番になる才能を持ってるということは天才ということですよ、はい、だから村田選手は天才なわけですよ、ね、だからプロで根性つける、あ、スタミナつければ根性もついてくる、ね、スタミナつけて世界チャンピオンになりました。オリンピックで金メダルを取った人は世界チャンピオンになる率が高いし、スーパーチャンピオン見てください、みんな金メダルですよ。金メダル元取ってる選手がみんなスーパースターになってます。で今でいうロマチェンコ、まあリゴンド選手もそうですね。あと、まあ、昔の5階級制覇した、シュガーレイ・レナード、ね、あと45連続 KO 勝ちして世界記録を持って17連続世界 KO 防衛しているウィフレッド・ゴメスの金メダリストですよ。とにかく金メダル取る人は天才なわけですよ。だから私が必要、まあ、言い方は天才と言えばよかったんだけども、才能が一番必要だって言ったのは3ラウンドしかない中で勝つのは難しい。だから才能、一番の当て感、スピード、戦う感、ね、当て感、それが必要なのは才能。才能で一番になったのが世界一の才能、その中で世界一の才能ということは天才ということですよ。そういう意味で言ったんですよ。誰も金メダルをバカにしたことじゃありません。ましてね、40年ぐらいの間いなかったわけですから、2人目がね、その2人目の世界チャンピオン金メダリストが出た。だから僕は天才って言ってる意味ですよ。バカにしてるわけじゃない。3ラウンドで世界飛ぶのはどれだけ難しいかということですよね。それにスタミナをつければ、まあ、大体こう世界チャンピオンになる。12ラウンドのスタミナがあれば世界チャンピオンになるだけの才能を持った天才たちが金メダル、金メダルね。まあ、さっき言ったようにスーパースターはみんな、大体ほとんどの人がスーパースターになってる人は、ほとんどの人がオリンピックの金メダル取ってますよ、はい、そうです。僕なんかそうですよ。才能は大したことないけど努力で勝ち取りました。ガンガン行きました。打たれても傷だけなりながらも向かっていった。そういう闘争心とか、構成、追いかけてる構成がポイントになって勝ったっていうのもあるしね。そういう意味では才能なくても世界チャンピオン、プロの世界チャンピオンにはなれるんです。まあ、全く才能ないっていうことじゃないですけど、ある程度の才能があって努力すれば、すごい努力すればあります。プロの世界ではチャンピオンになれる。ただアマの世界ではそうはいかない。才能がやっぱり一番、もうスタミナは当たり前。ただスタミナは場がもう12ラウンド必要ないわけですから、あとは当て感、ね、感、スピード、手数、これが出せるのは才能、天才っていうことです。天才の中の一番、世界一っていうことですからね、安心してください。アマの世界をバカにして、金メダルをバカにしたわけではありません。安心してください。嫌な気分した人もこれで分かってもらえたらありがたいですね。